サッカー日本代表も参加する国際的なスポーツの大会、ワールドカップが11月にカタールで開幕する。日本代表は、グループステージをグループ E で戦うことになっている。グループ E には日本、ドイツ、スペイン、コスタリカの4カ国が入っている。日本が初戦で戦うのはドイツだ。ドイツは前回大会こそグループステージ敗退という悔しい結果で大会を終えたが、 ヨーロッッパででトップクラスの強豪国である。ワールドカップには19回出場しており、4度も優勝している。ドイツ代表のメンバーにはドイツブンデスリーガの絶対王者、バイエルン・ミュンヘンから多く招集されることが予想される。中でも注目はレロイ・サネだろう。彼が勢いに乗ってしまえば瞬く間にサイドから崩されてしまう。そして、忘れてはいけないのはゴールキーパーのマヌエル・ノイアーだ。 彼は世界一のゴールキーパーと称されることもあり、簡単にゴールを奪うことはできないだろう。第二戦で戦うのは、スタリカ代表だ。ワールドカップには5度出場しており、最高成績はベスト8だ。今大会の予選は大陸間プレイオフまで流れてしまったが、それでも最後の枠をしっかりと勝ち取ってきたチームである。最も警戒しないといけない選手は、ゴールキーパーのナバスだろう。 彼は現在フランスリーグの絶対王者、PSG に所属しており、世界でもトップクラスのゴールキーパーだとされている。35歳のベテランながらも判断能力に長けており、最後の砦として立ちはだかる。グループリーグ最後の戦いの相手はスペイン代表だ。無敵艦隊の愛称で知られるスペイン代表はワールドカップには14度出場しており、2010年の南アフリカワールドカップでは優勝している。 その当時に中心選手だったのが、現在ビッセル神戸でプレーしているアンドレス・イニエスタだ。直近では東京五輪で対戦したがその際には日本が延長戦の末に涙した。スペイン代表はヨーロッパでも屈指のボール支配率で相手を翻弄していくが、中心になっているのがラリーガの強豪、FC バルセロナに所属する選手たちだ。彼らは世界トップクラスの技術を持っており、簡単にはボールを奪わせてくれない。 その中でも注目なのがミッドフィルダーのペドリだ。彼は現在、世界で最も評価されている若者で、彼の良さを消すことが日本になって大切なことになるが、それは決して簡単なことではない。日本代表がドイツやスペインなど、世界の競合国相手にどんな戦いをするのか楽しみになったのではないだろうか。